皆さんおはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字の運の観をやっていきたいと思います。今日は4年生常用漢字の兆し兆ですね、説明をしていきます。まず中心を見てくださいですかね。半々に書くわけじゃなくて、ここ足がすごく長いので、その分このこちらの字を中央に近づけてですかね、中心にほとんど中心ぐらいですね。で足を長くして書きます。なので少し、左の方にこれ最初のの字を書いてくださいね。で頭も、右の方が高い位置、足は同じ位置でいいんですけど、右の方が高く下の方を低く書きますね。では一画目から一度押さえて、この字は一度押さえてというのをやると格段にかっこよくなるのでやってくださいね。一度押さえてのの字ですかね。のの字すぐシャッとこう、なんですかね、斜めにいかないようにしてくださいね。ちょっとこう反るような形にした方がかっこよくなると思います。いいですかね、はい、数学の X まですする必要はないですけど、一度押さえてすぐ開かずに我慢してだんだん開くとですかね。でここギューッと、結構もう横線に近いぐらい寝かせてます。でこの位置から少し左側に行って一度押さえて跳ねると、押さえて上ですね。でここの位置は合わせた方がいいと思います。こちらは左にずらすといいですかね。で続いて一段階上に上がって一度押さえてギューッと足長くして、ここをフックして戻る方向にかっこよく跳ねちゃってください。でここですね、パソコンのフォントだとこうくっついてる字が多いと思いますので、まあ、くっついてるのは好きな人はくっつけちゃってもいいですけど、一度今日の字では一度押さえてからシュッとですかね。ここ、左と同様に払う位置、ここの始まりの位置を揃えるという書き方もありますし、上だけくっつけて下はくっつけないという好みで分けてくださいね。一度押さえてピッとでギューッとしっかりと押さえるですかね。ちょっと上の字より、左同様ですね。こちらは、左側外側に少しずれる、こちらも少しだけ、外側右側にずれるという感じですね。で位置関係としては、左に書いた字の点の頭より1段階こちらも上がる、こちらも上がってこちらも上がるって感じですね。はい、それでは書いてみます。で案外書けば書くほど字がどんどん変わっていくような字なので、安定して書けれるように何度も何度も練習した方がいいと思います。ではいきます。低い位置から一度押さえてギューッと、すぐ斜めにいかないでギューッと寝かせて、もうほとんど横線ぐらい寝かせてます。で少し左側にずらして、ここの位置は合わせると。で続いてここほぼほぼ中心ですね。一度押さえてキューッと足長くしてフックですかね。でここの点より高い位置ですね。一度押さえてビートキューッといきます。もう一度いきます。一度押さえて我慢我慢我慢ちょっとですかね。キューッと浮かせて、次は少し左側にずらしてピッと、ここの位置は揃えます。でここより頭一段階高い位置から一度押さえて足長くしてフックで、ここより高い位置ですね。一度押さえてピッとくっついちゃいました。でこちらは離すと、はい、こういう字が好きな方はこういう風に書いてくださいね。
真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。